ムイハーイロフルシェーウシクイムイハーイロフルシェウシクイーは、ウクライナの歴史学者、政治家、記者である。1917年から1918年にかけて、ウクライナ中央議会の議長を務め、事実上、ウクライナ人民共和国の元首であった。ウクライナ研究に大きな影響を与えた、対策、ウクライナルーシュの歴史の著者である。ムイハーイロフルシェウシクイーは、 1866年9月29日、ロシア帝国リブリン県ヘウム市で生まれた。フルシェウシクイ家は18世紀にドニプロウクライナ出身の司祭家であった。父セルヒー・フルシェウシクイーは学校の教師を務め、スラブ研究に携わっていた。父の転勤により、青年時代をロシア領カフカス地方のスタブロポリ市とウラジカフカス市で過ごした。 1880年に、ムイハーロ・フルシェーウ・シクイーは、第一ティフリス中学校に入学し、6年間、グルジアに滞在した。1886年に、ウクライナに帰り、キエフ大学歴史、言語学部に入学し、東欧の中世主を学習するようになった。学生時代のフルシェーウ・シクイーは、勉強の傍らに、ウクライナの知識人が構成する、フロマーダという文化、 啓蒙組織でも活躍していた1890年に、フルシェーウーシクイーは、キエフ地方の歴史について、優秀な卒業論文を発表したため、ボロディーム・イル・アントノービチ教授からの奨学金を受賞し、キエフ大学大学院歴史学科へ進学した。1894年に、フルシェーウーシクイーは、バールの大漢地の外資の修士論文を提出して、修士号を獲得した。 そして同年にアントノービチ教授の推薦によりオーストリア帝国リビウ大学で歴史学科の教授に任じられた。1898年から1913年にかけてリビウに滞在するフルシェウシクイーはウクライナ人の研究組織であるタラースシェウチェンコ名称研究会の会長を務め、その研究会を ヨーロッパの学士院のような研究施設に再編成し、研究会の古文書館、図書館と博物館を創立した。また、1895年から1913年までの間に、パランス・シェウチェンコ名称研究会士の主筆を兼務した。フルシェウシクイは、リビューにおける、ウクライナ歴史研究の学派を設立し、イヴァン・クルイプヤ・ケビチ、イヴァン・ジジョーラ、オメラン・テルレチクイ、 ステパーンとマシーウシクイ、バスイーリ・ヘラスイムチューク、ムイローン・コレドゥーバなどのウクライナ歴史学者を育てた。さらに、1889年に、ウクライナルーシュの歴史の第一巻を表し、1937年までに、リビュート・ケーフにおいて12巻を出版し続けた。1899年に、フルシェーウーシクイーは、ウクライナ国民民主主義党を形成し、 オーストリアとロシアの中でウクライナ人による政治・文化活動に携わった。1905年2月のロシア革命以後、フルシェーウーシクイーはドニプロウクライナへ移住した。1907年に彼はキエフにおけるウクライナ研究会を設置し会長となった。さらに政治活動を続けてウクライナ人の様々な政党や政治団体を 融合させたウクライナ進歩社会という組織を作り、その会長に選ばれた。その間、フルシェーウーシクイーは、走る波、ロシアの解放とウクライナの問題、我々の政策、自由、ウクライナなど、ロシア・ウクライナ関係についていくつかの論文を表し、ウクライナ人の独自性とウクライナの自治権の必要性を主張した。1914年11月、フルシェーウーシクイーは、 キエフに戻ったが、ロシアの警察に逮捕され、オーストリアビーの罪で、シベリアエル罪となった。しかし、ロシア学士委員の要求により、フルシェーウシクイは、シムビルスクへ移動され、その後、カザニとモスクワへ移された。キエフにおける軍事パレードに出席する、フルシェーウシクイ1917年3月14日に、フルシェーウシクイは再びキエフに戻り、 ウクライナの自治議会並びに政府にあたるウクライナ中央議会の議長に選ばれた。はじめに彼はロシアの連邦化とロシア連邦におけるウクライナ自治区の存在の必要性を唱え、ウクライナ独立を求める政治団体を排除した。しかし、1917年10月のロシア革命が起き、ボリシェビキがウクライナに攻め入るとフルシェウシクイは立場を変え、自ら ウクライナ独立を主張し始めた。1918年にフルシェーウーシクイーはドイツオーストリア同盟国の軍力によってボリシェビキからウクライナを奪い返したが、1918年4月29日に同盟国の支援で起きたパウロ・スコロパード・シクイーのクーデターによって政界からの引退を余儀なくされた。フルシェウシクイはロシア問題と民族問題に関しては恩恵であったが、 社会、経済問題に関して当時ウクライナで人気があった社会主義の思想を実行しようとしていたのでドイツ・オーストリア同盟国の政権によってウクライナの元首の座から下ろされたと考えられる。1919年3月にフルシェーウーシクイーはチェコスロバキアへ移住しその後オーストリアへ移った。そこで彼はウクライナ研究に力を入れウィーンにおける ウクライナ社会研究所を設置し、ウクライナ社会革命党の起用、戦いは、勝てる。東欧、我が旗などの政治雑誌の主筆を務めた。また、フルシェウシクイは研究のために、ジュネーブ、ベルリン、パリなどにも住んでいた。1924年3月7日に、フルシェウシクイは、ソ連の代表者との長い交渉の結果、キエフに戻った。 同年に彼はウクライナ学士院の委員に選ばれ、ウクライナ学士院歴史、言語学部ウクライナ史家の課長となった。フルシェーウシクイーは、ウクライナ、ウクライナ学士院歴史言語学部史、科学史、ウクライナ考古学総書、ウクライナ古典文学集、ウクライナ研究などの研究雑誌の出版に携わった。1929年に彼はソ連学士院の委員と選ばれ、 モスクワへ引っ越した。1929年にソ連の秘密警察はフルシェウシクイに政治犯をかぶせ、彼をいわゆるウクライナ民族主義者センターの所長に仕立てて逮捕した。学士院の取り計らいによりフルシェウシクイは間もなく解放されたが、1931年には秘密警察の命令でモスクワから追放された。彼が創立した研究所や 研究会などが解散させられ、同僚と弟子も逮捕された。このような圧迫により、フルシェーウーシクイーは病気を患った。1934年11月25日、キスロボドスクで治療していたところ、不明な原因で急死した。フルシェーウーシクイーの遺体は、キエフにあるバイコベ墓地で葬られた。フルシェーウーシクイーは2000余りの研究所や論文などの著者である。彼の 最も重だ、著作は10巻からなる未完成の、ウクライナルーシの歴史、ウクライナ民族概要詞、絵巻ウクライナ史、市民社会の始まり、5巻からなる、ウクライナ文学史などである。また、フルシェーウシクイーは、数巻を含む、ウクライナ歴史に関する資料という資料集の編纂にも関わった。フルシェーウシクイーの主巻は、ロシア帝国後期において、 知識人階級の間で普及していた人民運動思想、自由思想、社会主義思想、東欧連邦の思想などによって形成された。先生であったブイアントノービチ、コストマーローや民間政治家であった m ドラホマーノーの書物なども大きな影響を与えた。初期のフルシェーウシクイーは政治史よりは社会経済史に興味を示していたが、 ウクライナ民族の歴史を研究するにつれて政治思想史の分野に移った。結果的にフルシェーウーシクイーは国家を持たなかったウクライナ人のために国民国家の歴史を作成させた人物となった。後世においてフルシェーウーシクイーによるウクライナ史のパラダイムは欧米をはじめ主流的なものとなった。政治家としてのフルシェーウーシクイーはウクライナの理想の社会をキエフルーシア コサックなどの議会制に求める一方で、フランス革命が生み出した市民社会にも求めた。ありがとうございます。